はいどうもモテキヤ作れる荒野です。今日はね、彼氏彼女いない人が家に引きこもってるっていう状態でね、よくいるんですよ、そういう人たちって。これね、僕最近ツイッターで恋愛テクニック結構発信してたりするんですけど、家にこもりっきりの人が多いということがやっぱ分かって、それに対してね、僕はね、出ろっていう風に言ってるんですよ。ただ家に引きこもってないでね、外に出ましょうよ。家にいたらね、出会いが完全にゼロなところが外に行くだけで1になるよっていうような話をしてるんですけども、納得しないとね、外に出られないと思うんですよ。だって外歩いてブラブラ歩いてるだけだったら誰かから声かけられるわけでもないし、出会いがねゼロのままだよとかって言われたりするかもしれないですよ。ただし世の中って外に出れば必ず出会う方法ってあるんですよね。大人だったら婚活パーティーに行けばいいじゃないですか。大学生とかだったら合コンとかもあるでしょ。とにかくね、出会おうと思ったら必ず出会いっていうのはあるんですよ。外にね、ちょっと勇気を出して出会いの場に行くっていうことにどれだけのメリットがあるかっていうのを3つねご紹介していきたいと思います。まあそれがこれなんですよ。まずはね、見た目、必ず異性に会うと見られることじゃないですか。だからね、女子だったらノーメイクで外に出かけるわけにもいかないし、男子だってね、めちゃくちゃ不潔な髪型とか、ちょっとね肌が汚かったら綺麗にしなきゃとか、そういうね美意識っていうのが目覚めてくるから、見た目がねちょっとずつ改善されていくんですよ。場合によっては一気に改善されるかもしれない。何々君、それもうちょっと髪の毛短くしたら方がモテるよとかって言われたら、じゃあしてみようかなっていうので途端一気にモテ始めるっていう人もいますからね、実際。でね、二つ目、コミュ力ですね。これは単純にね、僕のチャンネルを見ていただければコミュ力っていうのはね格段に上がるはずなんですけども、ただただ外に出て異性と話すだけでも必ず磨かれるんですよ。これね、同性と話してても同じ。とにかく外に出て同性でも異性でも構わないから、たくさん話をすること、この経験値を積むことっていうのがいかに大事かっていうのはね、これ今後の人生に必ず生きてくることなんですよ。でね、さらに危機感が出てくるんですよ。これは外に出て出会いの機会を持ちます、合コンとかね婚活パーティーにいっぱい行きます、それでも恋人ができませんってことはやばいじゃないですか。とにかくね、今無理なんだったらずっと無理なんじゃねっていう危機感が心の中に芽生えるんですよね。これって嫌なことのように聞こえるかもしれないですけども、いいことなんですよ。なぜかというと、今の自分だとやばいなっていうことに気づけるわけですよ。自分の課題に気づけるんですよね。そしたらいろんな課題が生まれてくる中で、それを少しずつ改善をしていくっていうところで、ちょっとモテ始めたなっていうタイミングがもし来たとしたらですよ、皆さんこの危機感がなくなるわけですよ。そうするとこれがね、真の自信につながるんですよ。モテる男の自信なんですよ。で、別にね、何の根拠もない自信っていうのも、まあそれはね、自信がある頼りがいのある男性のように見えるけど、いつかボロが出るんですよ。このね、地道に自分の欠点に気づいて改善をして、身につけた真の自信っていうのに女子とかはね、特に惹かれたりするわけですよ。いろんな逆境があってそれを乗り越えてきた、いろんな欠点があってそれを素直に認めて改善をしてきましたっていう真の魅力、真の自信っていうものが女子にね欲しがられる条件だったりするわけですよ。逆にこれは女子が身につけたものでも構わないですよ。ただただ若いうちに見た目がいいっていうだけでモテて、あらさあらぽんやって、ちょっとおかしいな、なんかおかしいぞ、これは男が悪いみたいなことを言ってしまっているような女子っていうのは、ね、永遠にモテないわけですし、過去に持っていた自信っていうのは真の自信じゃなくてね、仮初めの自信なんですよ。だからこそ危機感を得た上でこの見た目コミュ力っていうのを磨いていくっていうところにこそ真の自信が生まれるんですよね。これはね、もうアウトドアでゴリゴリ海とか山とか行けって言ってるわけじゃなくて、とにかく待ちてもいいからとにかく出てほしいんですよ。そうやって無理やり強制的にちょっとお金を使ってでも出会いの場に行きます。そしてコミュ力、見た目っていうのを鍛えて危機感を植え付けます。その危機感を乗り越えて得た真の自信っていうのを異性にぶつけて、本当にモテてやろうぜって話なんですよ。これができるようになると本当にね、一気に自分の人生っていうのは好転して、思いっきりモテの循環に入っていくんでね、でモテがモテを呼んでいくんですよ。今まで自信がなくてコミュ力と見た目がちょっと良くなるとして、 2,3 人に言い寄られるようになりましたってなると、さらなる真の自信っていうのを身にまとうことができるようになるわけですよ。そしたらさらにたくさんの女子たち、男子たちっていうのがこう寄ってくるんですよね。さらにその中でコミュニケーションを取って、いろんな気づきを得てもっと成長していくっていうね、好循環が始まるんでね、まず最初の蹴り出しはインドアにならないこと、これはとても大事なことなので絶対に実践するようにしてください。もしねご質問あればコメント欄に書いていただければ嬉しいなと思います。いつかね動画にしたりとかコメントの返信で回答させてもらいたいなというふうに思ってます。ということでまた明日も会いましょうね。アディドス。